ますので。えい、ちっちゃいな。逃がします。今日はですね、一日、皆様に交じってですね、青木プロにも朝から本当、帰着の時間まで、釣りをしていただきましたので、今日の青木プロから見た亀山ダムの状況、どんな感じだったのかをちょっと聞いてみたいと思います。青木プロ、お疲れ様です。はい、お疲れ様でした。はい、今日の、久々の、ジャパンフリザワーはどんな感じでしたかね。ジャパンね、いい感じでしたね。今日3本だって知らなくてね、2本逃がしてきちゃったんですけど、それは冗談で1本しか釣れなかったです、僕は。そうですね、青木プロは、2本逃がしてしまったってことで、はい、1本のウエイトが 945g なんで、はい、でもまあ割と皆さんが持ってきてるサイズと比べると、はい、かなり大きいサイズなのかなと思うんですけど。そうですね、まあ亀山ダム、すごいこういろんなパターンが、あると思うんですが、まあ、香港のディープだったりこう、ね、中流域のカバーとか、あとは上流のサイトフィッシングとか、この湖の中ですごいこういろんな釣りができるんですよね。でいつもまあ悩むんですけど、まあ、どっからやろうかな。で特に、まあ、この時田さんから出ると全部できてしまうと、まずこっち行くかこっち行くかっていうところで、悩みますよね。でさらに、まあ、この近辺からやるのか、上流まで行って下ってくるのかとか、まあ、いろんなこうエレキだけなので、こうエンジン普段はねエンジンの、ね、バスボートの釣りをしてるとまあバンバンこう場所を移動できるんですけど、やっぱりこうエレキだけだとね、その大きくなかなかこう移動っていうのを何回もできないので、まあ、やはりこうある程度流しながら釣っていくっていうのがこう大事になってくるんですよね。で、まあ、今日に関してはまあ久々の亀山ですし、まあ、せっかくのねワンデーの試合なので、まあ、短時間ですし、まあ、その中で、まあ、上位にこう絡むね魚を釣っていきたいなっていうので、まあ、朝から決めてたのは、まあ、基本的に僕の場合バックウォータージャンキーなので上にこう登ってきたくなっちゃうんですけど、まあ、今日は上流でやろうと朝から決めてて、もう朝一気にほぼ上がってって一日中ほぼ上流にいました。で朝はすごい魚少なかったんですけど、徐々に見え始めて、まあ、実際、結構魚には口は使わせたんですが、実際張りがかりしたのは3本でほぼ全部同じようなサイズで、まあ、1キロ前後の魚ですね。で1匹だけ取れてっていう1日だったんですが、まあ難しいです。すごいプラプラ泳いでるんですけど、基本的に、まあ、やってて思ったのは魚が食うチャンスっていうのはもうほぼカバーですね。カバーとか何かにバスがこう寄った瞬間に近く食わないっていうのが、今日の釣りでした。まあ、実際釣った魚は、SVS バーグの、提灯釣りで釣りましたので、これはこの魚は結構泳ぎ回ってて、外側でこう投げると、マイティストレートとか投げるとこうミニは行くんですけど食わないんですよ。で見てたら、まあ、反応はするので、まあ、どっかこうカバーについた瞬間に食わないとかっていうので、まあ、徐々にこう岸際に寄せてってやって、でカバーについた瞬間に、持ち替えて SPS の調子にしたら一発で食ったそんな感じです。であと2本も食わしたやつは、全部カバー絡みですね。カバーにバスが入った瞬間に、マイティーを入れたりとか、まあ、そんな釣りでした。はい、アウトプロはもうね、最近アメリカのトーナメントというか、はい、今年アメリカのトーナメント出られてるんで、日本の釣り場は久々だと思うんですけど、はい、久々にライトラインとか、ライトリグ使った釣りはいかがでしたか。もうそうですね、意外と、まあ、日本とかアメリカって全然違うんですよ。だいぶ違うんで、まあ、そのやる釣りも全然違うので、まあ、まだまだこう体は日本っぽい感じなので、すんなり
できましたけどね。あのアメリカってあんまりこう、まあ、そんなにいろんなとこ行ってないんですけど、こう日本でやるようなこうサイトの釣りとかってあんまなくて、バスが見えないんですよ、意外と。アメリカってあの日本って結構フラフラ泳いでるじゃないですか、ね、バスが。ああいうのがあんまなくて、ああいうこの日本のサイトフィッシングみたいなのはほぼできないので、まあ、今日はそれもあってちょっとサイトしたいなみたいな、久々に、まあ、そんな一日でした。ありがとうございます、はい。そしたらアフクロにはですね、また後ほどプレゼンターの方もお手伝いをお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。お疲れ様です。これもイベント限定、そうですね、はい、去年のイベント限定。ああ、はい、まだまだ在庫って今日は。これ新しいですよね。これ新しいです。あ、結構釣れてるんですか、でかいサイズは。まあ、今後初公開ぐらいですね。はい、三芝湖に行った時に、はい、ラッツさんが釣りされてて、はいはいはい、いや実は秘密だけど、はい、でかいの投げてるんですよ、はい、って言って。秘密じゃないじゃないですか。いや姿は見れないんですけど、彼に秘密はないですか。姿は見れなかったですけど、いや秘密じゃないじゃないですか。実はちょっと大きいのも考えてますんで。秘密ないじゃないずっと気になってたんで。あ、その情報はありがとうございます。いや本当本当秘密の秘密なんです。詳しくは言えないけど、だいぶ言ってますよ。ちょうど自分もちっちゃい従来のビローラ投げて、ビローラすごい釣れますなんて話したら気を良くして、多分いや実は気を良くしてます。あの原稿6ヶ月。いやちょっと動画とかもやってるんで、そこは絶対出しちゃいけないんだろうなと思って、全部カットして、まあ、詳しいことはまだ全然何も決まってないです、ね、まだテストで、うん、出すのは出します。あ、本当ですか。どういうシチュエーションで使うんですかって今聞こうと思った。それはラッツさんのみとします。ラッツさんに聞いていただければ20分ぐらいかかってます。20分じゃ足りないと思います。オリジナルサイズ本当衰えないですからね。もうプラグルーはまだまだ秘密のやつはどんどんテストは。そんなにはしてない。秘密というか、まだあのですね、うちの場合ってどちらかというと別に隠す必要はないと思うんですけど、はい、表に出せるレベルのものとして見せられるものがまだないんですか。あ、これはもうギリ、もうそろそろ、まああのー、出し始めてくるみたいな、ラクサ判断でいいという判断の感じでしょうか。はい、はいはいはい、会社として OK 出したつもりはないんです。情報聞いたの半年前ぐらいだったから。春先に半端ないですよ。いや出るかどうかは分かんないよ。分かんないけどやってますってなんか。これすげー情報じゃないの。聞いちゃいけないこと聞いちゃったな。でちょっと秘密だよって言ってシールを1枚ワイロさんも。なるほど。ありがとうございます。とんでもないやつ。大切に使う話してもらう。P65 100m ですね。あ、100m。はい、100m。すげえ。はい、P65 100m ですね。75-80m。わお。はい。いや、これかな。
ずっと一番最初のビッグシューター使ってて、赤いやつですか、赤い赤黒の、はいはいはい、あの感じの最新バージョンなのかなと思って、あれリアヒもうちょっと早かったじゃないですか。そうですね、8台ですね。あの感じの糸巻き量で今の感じのがあるといいなーなんつってて、でこれドラグがやっぱ 14kg なんで、はい、持ちのドラグよりもさらに高いですね、はい、あ、去年発売したレボシリーズが、はい、実はあのドラグが変わってるんですね、はい、でこれからだいぶドラグが変わったんで、はい、あのそのドラグの機能をそのままビーストに搭載してますから、あドラグ力っていうのは今まで以上に出せるようになってます。で逆にあの、まね、ただ単にドラグ力を強くしただけではなくて、はい、ドラグの機能もアップしてます、はいはい、より一層そのハブのドラグに関して言うと、はい、ドラグ力も高いし糸が出るこのバッキングするドラグの性能もアップしてます。順調に全部トントン拍子でいくと、はい、ビーストの9で何月、来年の何月ぐらいに戦闘になる？一応2月とか3月に、はい、グローバル品なんですぐに取り寄せは可能なんですよ、はいはいはい、日本販売するかどうかっていう感じで、ね、はい、一応まあ、確定って言えば確定なんですけど、はい、まだあの正式なアナウンスは、降りてないものですから、なるほど、はい、この海の海で使うとラフに使っても海でも使えます、そんな故障しないんで、はい、で、あの日本仕様は、はい、あの軸についているベアリングが、はい、あのソルトの対応しているベアリングでした。で、塩紙というよりも塩を寄せ付けない、はい、金属なので、はいはい、ですから、まあ、ダイワさんはシールドする塩をシールド、要は入れ込まないというのがダイワさんの技術ですけど、はい、弊社の場合はあのオープンボールベアリングなんですけど、はい、塩が全く付着しないという技術なので、ですから変な話、水でこうもうシャワーでも何でもです、はい、何ならリールドぶつけしてもいい、はい、それであの塩が飛んでいってくれます、中和されて、まあ、そんな感じでメンテナンスも非常に簡単なベアリングっていうのが全部ついてます、はい、そっか、もしかして輸入とかで、はいはい、エグレバー、ビースト9並行輸入とかで買えたりも買えると思います、はい、あるはあるんですね。ビーストの8はないかもしれない。9はある、9か10ですね、はい、どっちかはある。あのロケットっていう名前がついてるはず、はい、ビーストロケット、はい、これが今回あのこれもグローバル品なんですけど、はい、レボロケット10っていうリールなんですね、はい、これ今年アメリカだと去年ちょうど1年前に、はい、あの発売になったんですけど発表になって、うん、で日本だと2月かな、うん、あの発売になった、うん、ロケットっていうリールなんですけど、これもグローバル品なんですけど、はいはい、ギア比10まで上げると今まであんまりない世界ですけど、うん、どういう風にプロの人とかって点って、例えばバッツリだと内物の釣り、はい、でそれからフロッグゲームですよ、りパパパパって回収したい、回収が早い、手数増やしたい時とかですね、はい、で使ってる方は非常に多いですね、はい、あとはまあトップウォーターのトイッチングだとか、はいはい、それからまあ B 巻いてもらってもいいし、はいはい、キムケンさんのとは、持ってさん、キムケンのリール持ってきてない、あ、ないですか、あれもギア比10、はい、10ですね。ブレーキの機構かなんかが違う、キムケンのは、そうですね、ブレーキとそれからボディが、これ樹脂ボディ使ってるんですけど、はい、キムケンの場合もフルメタルボディになってますので、ボディ強度っていうのもアップしてますし、はい、ラインキャパシティもキムケンのリールもあって、それからスーパーフリーブボールベアリングっていう、あのこれもちょっとうちの独自の開発したベアリングなんですけど、はい、今さっき言った塩に強いのはこれなんですよ、ソルトシールドボールベアリングっていう、はいはい、これとこれが第1弾でうちが開発したベアリング で、はい、で今回今年の春に開発したのがスーパーフリーボールベアリング、はい、このベアリングがキムケンのリールは搭載されているんで、はい、こちらのリールにはないんですけど、じゃあこれは何なのかっていうと、はい、ベアリングの理屈なんですけど、はい、ベアリングって小さくて、はい、小さければ小さいほど初速というか立ち上がりが速く、回転が速く、はい、早くコロコロって回転が始まるんですけど、はいはい、ただ
あの重量の重たいものだとか、うん、その負荷をかけた瞬間にベアリングが壊れてしまうんですね、うん、小さな、はい、ですがそれを打ち壊したベアリングです。ですからでかいベアリングなのに軽くて軽いものも立ち上がりがとにかく速いベアリング、ほうほうほう、それがスーパーフリーベアリングなんです、ね、はい、このベアリングがキムケンのリールだとさせます。今のところはキムケンさんのリールですね。このスーパーフリーはキムケンのリールなので、来年以降とかに徐々にもしかしたら、そうですね、はい、そのベアリング技術が、うん、あの国産のベアリングメーカーさんと共同開発した、はい、そのシールドベアリングとかですね、雑誌で見ると300グラム切るぐらいだからもっと重いのかなと思ったら、あ、なるほどですね、200グラム持ったらすっと持てるんだなと思って、はい、でリールにリールがロープにつけるとさらに変わります。結構ここの幅が広くなってることによって糸巻き量加工し、実はボディ自体もちょっとでかいんですよ。ですよね、はい、あでも雑誌で見たイメージより全然、富士の純正シートなんで、はい、あそっか、すごいしっくりくるきますよ、これだな、うわすごいですね、はい、あもっとごついんだと思ってたんですよ。うん、あよかった、釣り具屋さんで見ても、はい、ショーケースからしかまだ見てなかったんで、つ、はい、けさせてもらうと、はい、で手元に重心も来るし、何これすごいですねこれ、はい、実売多分2万中盤ぐらいですよね多分、2万8000円の上代設定なんで、はい、キャスティングさんだと2割引きですから、はい、この8掛けになります。ああ、へえー、はい、はい、2万2200円の税金、わお、はい、買います。9が出たら、そうですね、来年のちょっと新製品の情報が、多分トピックスに流れるのが来月11月ぐらいには、多分あのルアーマガジンとかその辺だったりでトピックスに流れますので、はい、すげえ、よかった、またスキャスしてるんですよ、ルアーマガジンとかに、いや、面白いです。いや今日はあの人もやってますんで、本当ですか、はい、楽しみに撮っとこうかな一応ブレーキも遠心力ブレーキとマグネットブレーキの融合で、はいはい、インフィニブレーキっていう弊社の独特のブレーキシステムなんですけど、前のビッグシューターなんかよりはトラブル少なく、はい、全然少な少なく、あ前のだと多分マグネットブレーキだけだったかな、はい、初代なんだっけな、遠心、遠心もついてます、あれ、いや どっちかだけだったと思うんですけど、そうですよね、あのインフィニブレーキって何なのかっていうと、はい、あの今止まってる状態っていうのは、はい、ブレーキブロックが隠れてるんですよ、はいはい、で回転ある程度の回転すると、はい、ブレーキブロックが飛び出てくる、あですから何が言いたいかっていうと止まってる状態はマグ、はい、のブレーキで、あで回転高回転になってくると、はい、ブレーキブロックが今度遠心力ブレーキが飛び出すので、よりトラブルレスですから、一番マックスにブレーキを回転してる時に一番マックスのブレーキが飛び出すので、はい、マックスの時に一番トラブルが起こりやすいバックラッシュ、はいはい、ですがそれをバックラッシュを抑えてくれるブレーキがついてますから、でそこから今度着水に向かって回転ってゆっくりになります、はい、そうするとブレーキが引っ込んできます、そうすると今度伸びに変わってきます、で最終的な着水でマグネットブレーキを効いてますから、はい、サミングを入れていただければ終わり、重いものなんかですね、あれがあります、これがいい、これが 21g、はいはい、ちょっとあ普通に1本結んでもらって、コーターなんで、ちょっとブレーキあのかなり弱くなってるかもしれないんで、はいはい、あの強めからスタートしていただければ、友達がこれのギア比が7なのにショックを受けて、はい、ビッグシューター一番古いのまた一昨日中古で買ってやっぱこれだよって言って多分大丈夫だと思います、ね、情報があれば来年の2月まで待てや、はい、
いや買います。ありがとうございます。はい、というわけで行ってきました。キャスティング岩槻店プレゼンツ青木大輔カップ2019 in 亀山っていうことで、まずね、参加賞ね、あ、すいません、今回箸にも棒にもかからず順位もつかなかったので、参加賞、ね、どんなものがもらえるのかっていうねことで、まずね、あ、キャスティングのタオル、これね、まあ、結構便利なんですよ、お風呂の時使ってますけども。それとそれと、あ、金券がついてきますね。10月末日まで使える金券と、あ、ゲイリーのねスピナーベイトが来ましたよ。それと、あ、いいですね、ストレートワームね、マイティストレートの 3.8 インチってことで、これ困った時ね結構よく釣れるんでたまに使ってるんですけども。あ、というわけでね、こんな感じでね、参加するだけでまずはいろいろともらえて、でね、順位もその成績がそんなにね、いいところいかなくても10位刻みとかでね、例えば80位、70位60位とかね、そんな感じで、切り番でいい商品がもらえたり、あとねレディース賞がね非常に充実していて、女性の方なんかが参加すると、何かねいいものがもらえたよなんていうのも、見てますし、とにかくね釣り具屋さん主催ということで非常にね豪華な、商品が用意されておりました。まあいつかはね、上位に行ってね、ちょっとね、もう優勝の方の商品なんか見たらね、とんでもないことになってましたからね、あんな感じで活躍してそんでもってね、お立ち台に登ってってね、夢見て、また来年チャンスがあったらチャレンジしてみたいと思います。で、ですね、お楽しみの今回ですね、各ブースですね、青木大輔プロのスポンサーメーカー様が各ね、見応えたっぷりのブースを、作ってくれておりまして、それで表彰式までの空いている時間とか、表彰式終わった後のちょっとした時間でですね、ブース巡りができたよっていうことで、各ね、ティムコのブースなんかもあったりして、サイトマスターなんかね実際にかけてみたりとか、あとはねいろんな服なんかが展示されていたので、そういったところね、見たりとかできたんですけども、主にね動画にまとめたところでいくと、まずねゲイリー山本ブースですね、これ手に入れたんですけども、アウトレットってことで、なんかねこれすごい安くね売ってたんですけども、これと、あとはね会場限定で買えるですねストロベリークリーム、これね去年もありましたからね、メグタスなんかが使って亀山ダムなんかでもねいい釣りしてたんで、自分も一袋欲しいなーなんて思ってね、今年はこれ手に入れてみました。でこれね、どんなものが入っているのか、まあもうちょっとね廃盤になったものとか、そういあとねちょっと色落ちしたものとかね、そういったのを非常に格安でもうねこれでも買ってぐらい詰め込まれているね、こういったパッケージなんですけど、まあここら辺のやつとか、例えばゲイリー山本なんかはバサオールスタークラシックなんかでもブース出すよっておっしゃっていたので、そういった会場に行ったらね直近のチャンスだと手に入れることできるかと思いますのでね。でまずどんなものが入ってるのかちょっと見ていきたいと思います。まあね、もうまずこのねシールが欲しかったですからね。このシールだけでまあまあ下手するとまあある程度ねお金取られちゃうかなっていうぐらいかっこいいねシールね、ゲイリー山本のこのスマイルな感じのねステッカーがついていて、こっからですよね。はい、あ、すげえすごいフックが2つ入ってる。あ、8番と2番結構使うサイズですね。これだけでも結構ありがたい。あ、で、ね、4本入りのレッグワームね、この色ね、赤点点なんか通称で読んでてね結構ね、好きで使ってたカラーなんで、これチャンスかったらね使えます。まあ、レッグワームはいつでも使えますからね。で、あ、重りも入ってますね。タングステンすごいシンカーの 6g のこれアンダーショットリグ専用っていうことで
ダウンショットとかで使うね、こう自動ハリス止めがついていてね、6g なんでちょっとね重めのダウンショットやるときなんかにすごい活躍してくれそうな、こんなのがね入っておりました。そしてそしてまだいっぱい入ってる、いっぱい入ってる。お、俺ねこれ使ったことないんだよな、なんだろう。あ、小さいグラブも今一緒に出てきましたけど、これまた4本入りね、小さなグラブ、これ3インチグラブじゃないかな。でこれフラットテールだっけな、こんな感じのワーム、これはね4本と言わずですねフルパッケージって感じですけどね、入っていて、うわーなんかいっぱい入ってるなこれ。まあこれはね定番中の定番ですよね、カットテール、これ4本入りね。嘘だろ、これすっごいな。あー4インチグラブ、4インチグラブダブルテールグラブね、4本ずつこんな色味、本当こう使い出のあるカラーで、どこがアウトレットなのかよくわからないなって感じですけど。でこれねシンカーが入ってましたよ。シンカーはね重さ1/16オンス、あーグラスかな、最近あんまり見ないねグラス製の1/16で結構ボリュームがあるんで、ワームとね見た目バランスして、そんでもってでも軽いシンカー使いたいなんて時に使ってみようかな。こういうねゲイリー山本のシンカー1/16オンスが入っておりました。そしてそしてカットテール、これはまあ何本あってもね、何本あっても困らないんで、はいありがとうございますという感じで、まだまだ続きます。線香ですね、山線香がこれは3本入りですね。でこんな感じの、この線香の色がこれいいなと思ってこの色でね選んだんですけど、これ他にもねいろんなカラーでですねこう組み合わせでありバリエーションがありましたんでね、はい、線香、山線香が入っていて、あこれねちょっといぶし銀の懐かしいな、これワーム素材のこう頭につけるやつなんですけども、バレットシンカーみたいな感じで、これをつけることによってゴミなんかをですね避けてノーシンカーとかね引きやすいよっていうね、これを反対側につけたらちょっとポッパー的にも使えちゃうなんてね、なんか昔あったかと思いますけども、こういったパーツが入っていたりして、やべえなこれ、一袋じゃなくてもう何袋かなっていうぐらいのこの大ボリュームね。あこれ買ってよかった。あとはねまあその最初に紹介した限定からね、こういったのはあのブースのね会場に行くと買えるので、バサオールスタークラシック行きたいな、いや去年行けないなーなんて思って、気がついたら応援してる小森プロがもう優勝なんかされていて、ああもう行きゃよかったーなんて思ったんですけど、そういったバサオールスタークラシックの会場に行ったらこういうゲイリーブース行けたりとかしますけども、まあキャスティングの大会に行くとねまず参加するだけでこんな感じになっていて、でね一発ね一発でっかいのが釣れれば、今回も上位2名の方ものすごいウェイトっていう印象でしたけども、うーん頑張れば頑張ればねもしかしたらお立ち台行けたかもしれないな、5位から3位とかね、どうなんだろうどうなんだろう、2匹で 700g まで釣っていたから、あとね600グラムとかね、だからあとは30後半くらいの魚がね1本取れればねちょっとはもう少し上位に行けたんで、まあそこがねこの腕の差なのかなってねすごいひしひしと感じましたけども、ちょっとこれに懲りてねちょっと亀山ダムとかもねちゃんと練習して大会で上の方に行けるようにね頑張っていきたいななんてね反省することしきりですが、そうまあね大会って言ってもこういったねその他のブースを巡ったりとかいろんな方とお話ししたりとかね、そういうところも含めてああいったイベントことっていうのは、面白いですからね、本当ねキャスティング岩月店さんのこのイベントはですね
で今回なんかもう人数130名様ぐらいね集まっていたっていうことで、亀山でもね屈指の巨大大会なんじゃないですかね。まあその他にも他のボート屋さんでもですね、2カ所ほど大会が行われていて、その他大会やってないボート屋さんでももちろんボートが出ていて、まあこの日の亀山に関してはねもう200艇とか240艇ってね、ボートがいっぱい出ている、そんな状況だったんですけど、魚はね比較的よく釣れていたっていうことなんで、自分もねあのずっと上流の方でですねあの濁ったエリアでやっていたんで、まあ何回かバイトをもらって1本釣って、で香港に戻ってねスモラバとかちゃんとねライトリグ真剣にねこうペペってやったらね結構ほんとすぐ当たりなんか出たりして、まあそういった意味では本当にブラックバスがよく釣れる湖だな亀山ダムは、改めてなんていう風に感じましたけども、というわけでですね本日の釣り子 TV はあの貴重なね青木プロアメリカから帰ってきて、そのアメリカのちょっとしたお話とかね、あの台風後の非常に今少しどうやって攻略しようなんていうところをすごい分かりやすくですねこんな感じで攻めたよなんてトークなんかもね、していただいて非常に参考になるためになるね、イベントだったななんていう風に感じております。来年もね休みが取れたらもちろん参加しようなんていう風に考えておりますけども、本日の動画はですね、ブース巡りを中心にということで、まあ、こんな感じでね特にあの今回はゲイリー山本ブースでこのねスペシャルパッケージを手に入れたところ、もうこれぎゅうぎゅうに詰まってるんで、まさかねこんなに入ってると思わなかったんですね。この張りの時点で結構嬉しいんですけど、ワームも山盛りっていうことで、まああとディスタイルブースのねあのスペシャルカラーのプラグとかワームとかね、あんなのもね魅力いっぱいだと思いますんでね。で特にバサオールスタークラシックに行ったらとんでもない数の、メーカーさんのブースがあって、でそれぞれ趣向を凝らしたイベントとかね、そのところでしか買えないね限定のものとかいっぱい出てくると思いますんでね、今年これからバサオールスタークラシック2019年いよいよトーナメントシーズンに入ってきますんでね、ぜひね応援しに行きたいですね。というわけで、まあ、こんな感じで、大会遊び楽しめましたという動画でした。はい、釣り子 TV でした。